はい、皆様こんにちは。7月の24日午後1時8分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日第1部の配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様申し訳ございません。はい、ちょっとこの画面で見ていただいたらわかりますかね。わかりますか。ちょっとごめんなさい、充電止めますね。実はね、今日ね、今車内収録中、ちょっとエンジン切りましょう、エンジン切りましょう。はい、実はね、今日ね、午前の10時40分あたりぐらいからね、実は収録を行っておりました。10時40分ぐらいから。はい、で、上にね、今日12時17分っていう風にね、時間が載っていますでしょ。これどう、ちょっと経緯だけね、説明させてもらっていいですか。むしろお願いします。もう説明させてください、お願いします。どういったことなのか。10時40分にね、収録を始めまして、だいたいね、12時17分ですから、どれぐらいですか、1時間半ぐらいね、収録をしたぐらいにね、画面の方でいきなりね、なんかこう警告みたいなのが出たんですよ。なんかなと思って、画面収録されてできませんでしたみたいな。わかります、この瞬間。私のね、体中の穴という穴からね、何か変なものが吹き出してきました。吹き出してきたんですけれども、まあワンチャンね、録画収録されているかもなとね、いわゆる収録が、録画されているかもなと思いまして、続きをね撮ったわけですよ。その開始、2回目の開始がつまり12時17分ですから。わかります。ニュースからここねスタートしていると。で、一旦ね、ここを閉めまして、閉めまして、ずーっとちょっと待っていたんですけれども、やっぱりね、1回目の、はい、1時間半弱収録したものが、なんと、録画されていなかったという、やっぱりね、ハプニングが起きまして、先ほども言いましたように、私のね、体中の穴という穴から、何か変なね、分泌物がビシュってね、こう出てきたような形になっております。ですから、いいですか、ちょっと心がね折れかけていたんですけども、ちょっとごめんなさい、またエンジンかけますね。ちょっとうるさいですね、ごめんなさいね。ちょっと車内収録で今これね、止めっぱなにしていると、おそらく私で死んでしまうかもしれませんので、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとうるさいかもしれませんけれども、つけたり消したりしていきましょう。はい、ですから、ちょっとね、心が折れかけたんですけども、やっぱりね、ツイッターの方で先ほど流しました。泣いてもいいですかとね、泣いてもいいですかとね、収録されたものが録画されていませんでした的な感じでございます。私のミスじゃなくて、携帯、このスマホがね、私の喋りについてこれなかった、そういった形でね、私も気持ちの整理として収めようと、それぐらい私はね、無敵ということでございます。皆様よろしくお願いしますよ。そういった形で第1部の配信、今これ多分ね、配信されている時間がすいません、本当にね、夕方前ぐらい3時半とか、4時ぐらいになっていると思うんですけれども、申し訳ございませんね、本当に遅くなってしまいまして、はい、ちょっとね、再収録をさせていただきたいと思いますので、皆様ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、先ほどね、ですから1時間40分ぐらい喋り通してからの、はい、喋り切ってからの、はい、1回ね、地獄に落とす、つまり絶望を味わってからの、はい、今ね、車で移動してきまして、車中収録に切り替えて、今からまた1時間ぐらいね、喋り倒しますので、皆様無敵 TV、 ビットマン TV ね、ぜひともご期待なさってみてください。よろしくお願いいたします。はい、そしていきますよ。今日の重要ニュース、重要ニュースじゃなかったです。今日のおメニュー言っておきましょう。いきます。まずですね、もう第1部の配信ともうここまで来たらね、変わりません。はい、ほんとね、ツイッターの方で私がね、もう泣いてもいいですかという風にね、ツイートつぶやいたらでございますよ。たまには休んでもいいんじゃないですかみたいなね、泣く泣く言って泣かねえじゃねえかお前みたいな、本当にね、わかります皆さん。ぜひね、体験してほしいでございます。まあ、これはね、自分自身のまあミスではないのでね、もうこの本当に、スマホを本当にわかりますかね、ちょっと誰か座らしてね、本当にキャッチャーミット持ってもらって、マジモノでね、全力投球してやろうかなと本当思いましたよ。この携帯電話、スマホをね、悪くないでございますよね。物に当たるな、怖い怖いみたいなね。はい、私は基本的にバイオレンス人間ではございませんので、はい、バイオレンス、はい、人間ではございません。暴力人間ではございませんのでね、穏便に済ませる方なんですけれども、さすがにね、血管がブチっていうのがね、ちょっと聞こえた感じ、ちょっと聞こえた感じで、今ね、第2部の収録、あ、ごめんなさい、第1部の収録をね、行っております。で、ごめんなさい、ちょっとまた前置きが長くなるんですけども、その午前の配信、先ほど見ましたね、午前の配信は、お家でね、収録をしておりました。で、今ね、ちょっと仕事がね、ちょっと夕方前ぐらいからあるので、ちょっと移動をしてきて、車でね、こうずーっと移動してきて、今また収録開始ということなんですけれども、移動している時にね、まあ、とにかくね、私ね、ポジティブに捉えようと、この現象を頑張ってポジティブに捉えようとしたんでございますよ。どういった形で収めたかと言いますと、こういったことですね。まあ、ワンチャンですよ。これほら、前々から聞かれている方であれば、まあ、知っていると思うんですけども、ね、これ前々からほら、予告していたじゃないですか。ね、1000再生したわったら、1日3回配信逆にしようと思って。わかります?1000 再生したわったら、1日3回、3回配信してやろうみたいなね。その予行、要するに予行訓練みたいな、予行訓練にいいですか?ちょっと言い方が間違えてます?大丈夫です?
まあ練習みたいな形でね、捉えておこうかなと、そういった形で今このね私の気持ちの高ぶりを抑え込んだ状態でございます。はい、もしねこれねワンチャンもう一回あったら、ちょっと本当ね私ね多分ね発狂していくと思うんですよ。発狂すると思います。はい、多分ねこれはね予想というか確定ですね。確定発狂、確定発狂すると思いますので、その時はね皆さんね、どうみたいな形でね、抑えろみたいな形で、コメントを、ね、いただければ嬉しいございます。はい、申し訳ございません。はい、発狂、確定発狂でございますので、よろしくお願いいたしますよ。はい、そしていきますよ。第1部の配信と変わらずに、縮小することなく、いわゆる短編でなく、普段通りいきますので、ここはね、よろしくお願いいたします。はい、もしね、私が休むときは、基本的に皆さんに前もって言います。はい、基本的には前もって言っていこうかなと。わかります、で、予期せぬね、何か事態が起こったりすることもあるかもしれないので、その時はツイッターに流させていただきます。ただ、こういった感じでね、携帯電話のミスであるとか、自分のミスでね、これ収録、まあ配信をね、飛ばす。まあないですね、地球が滅亡したとしても。地球が滅亡したらね、まあそもそもこのスマホも、私もね、いないんでございますけれども、そうなるレベルじゃないと、基本的に1日2回配信、ブレませんので、ここはね、安心してください。吐きまくっておりますから、よろしくお願いいたします。やっぱりこういうハプニングあってこそのビットマン TV でございましょう。皆様、そういうことでございますからね、ぜひともご期待なさってみてください。はい、ぜひともご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。今から行きますよ。2回目の同じ収録、ほぼ3時間喋りっぱなし、無敵のビットマン TV、 よろしくお願いいたします。はい、行ってみたいと思います。おメニューの方がまずですね、行きますよ。ビットコイン、はい、そしてイーサリアムですね、イーサリアム、はい、そしてリップルでございますね、リップル、うん、そしてサンドでございます、サンド、はい、そしていいですか、QNT、 クワントでございますね、 QNT、 そして GRT、 GRT でございます。はい、そして行きますよ。アクシーインフィニティ、 AXS、 そして、最後がね、AGIX、 はい、人工系、人 I、AI 系でございましょうか。 AGIX と、あとは DBC ね、 DBC、 ディープブレイン、ディープブレインでしたかね、DBC をね、ちょっと軽めに見ていこうかなという感じがいたしております。よろしくお願いいたします。まあ、見れたらでございます。 AGIX だけで終わるかもしれませんけれども、金額だけは言っておきましょうかね。はい、よろしくお願いいたします。はい、あとはね、重要ニュースが、3つないし4つ、もしね、一応4つやっていたんですよ、第1部の配信。うん、ですけども、ちょっとね、時間があまりにも長くなるかもしれませんので、お一つそこちょっと時間の兼ね合いを見ながらね、行きたいと思いますから、まあ3つは言っておこうかなと思いますので、皆様ぜひとも、はい、ハプニングだらけのビットマン TV、 ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。何回このセリフ言ったか分かりませんけれども、よろしくお願いいたします。はい、本当にね、泣きそうでしたよ。本当に泣きそうでございましたよ。はい、でも前も1回ありましたので、まあ体勢がついていましたね。あー、またやっちまったかーっていう感じ。前はね、もう本当にね、漫画みたいに膝から崩れ落ちたんですよ。漫画レベルで、膝から崩れ落ちたんですけれども、今回はね、それがなかったということで、まあよかったよかった。私のね、膝の皿も守られたということで、よかったでございます。はい、ありがとうございます。行ってみたいと思います。行きまーす。はい。まずですね、ビットコインなんですけれども、ただいまの価格がですね、33,000。690ドル付近をね、推移しているような形になっております。はい。そして日本円で言うと370万円あたりをね、動いていると。うん。先ほどね、収録した内容とほぼほぼ同じことを言うんですけど、まあ皆さんはね、それを見ていないので知らないですよね。私は喋っていたからよーく知っているんでございます。はい。申し訳ございません。はい。誰のせいでもないと、スマホのせいだということで収めておきましょう。よろしくお願いいたします。はい。そしていきますよ。日足レベルで言うと、うん。やっぱりね、今ね、雲の、うん、形でね、頭を押さえつけられているような、うん、状況になっておりますね。ですから、ここを抜けないとね、なかなか次のフェーズに入ってこないかなという感じ。ですけど、一旦はね、まあ見ていただいたらわかるようにいきますよ。こちら、うん。下降ウェッジが描かれていてからの、いいですか、そこを上にブレイクしていった。で、ちょっともう消しましたけれども、こういった平行のね、下落チャンネルも一緒に描いていたんですよ。で、それも消しました。なんで消したのか。そのね、下落チャンネルのレジスタンスラインもちょうどね、ブレイクをした場所、ブレイクした後だったので、しかも結構すんなりね、プリッとこう上がっていったので、もうあまりね、下落チャンネルは短い時間軸内における下落チャンネルはね、意識されていないのかなと思いまして、そちらはね、消していった次第でございます。はい、先ほどの幻の第一部の配信でね、消していった流れでございます。よろしくお願いしますよ。で、やっぱりね、さっき見た雲の存在がちょっと邪魔。うん、そして、あともう一個ね、やっぱりほら、出来高がね、あまりね、増えていっている状況じゃないので、ちょっとそこだけが不安でございますね。ですから、もう一回ね、どうでしょうか。この下降ウェッジのこのレジスタンスラインぐらいまでグリッとね落ちてくる可能性はゼロではないので、そこは注意をしておきましょう。先ほど見た日足レベルでのね、いわゆるこの、雲の形でも頭を抑えられてますから、ちょっと日足レベルでですよ、ちょっと億劫な感じかなと。 OK ですか。で、ちょっと4時間足も見ていきましょうかね。サクサクといきます。またね、消えたら真面目に怖いので、あとはちょっと途中で一回ね、そうなんですよ、ごめんなさい、また話、先ほどの話になりますけど、いきなり画面の方に、なんかね、画面収録ができませんでしたみたいな形で1時間超えた後から出てきたんですよ。今更言うなみたいなね、今更言う
言ってんじゃねえよみたいな感じなんですけども、ちょっとその危険性がありますので、ちょっと途中でね、一回止めて、もう一回、収録を、ほら、画面収録を保存した状態でもう一回スタートしようかなと思いますので、そこはね、ちょっと一回、プチッと止まるかもしれませんけど、まあまあ、うまく編集でつなげますから、よろしくお願いしますよ。はい。で、4時間足レベルで行きますと、いいですか？まあ、雲はね、突破しているので何も問題ないでございます。はい。で、あとは、移動平均線の鐘を見るとね、こういった形で、やっぱり、短期の移動平均線、はい。ここがね、追いついてくるのを、やっぱりちょっと待っている感もあるかなと思いますので、ここがね、ぐーっと青いラインですよ。この日足、ごめんなさい、4時間足の、ロウソクに追いついてきた時にね、サポートとして上、つまり、$34,600をまあ目指していくような形になるのかなと。基本的には私の目測としたら、下がってくる可能性がまあ少なからずあるんですけども、一応上目線で言っております。はい。$34,600ぐらいまではまあ上がってくるんじゃないかなというふうなね感じがいたしております。でもそこからの攻防やっぱり押されてくるでしょうから、ちょっとねもじる可能性があります。ですからそういった意味合いで言うと、今からねロングインをしていくとかいうのはちょっとやめた方がいいかなと。やめた方がちょっといいかもなと。まあほらさっき言いましたように下がってくる可能性も全然ありますから。じゃあロングイン短期並びに、FX のロングインをねするには仕掛けるにはどこがいいかって言いましたら、まあ、まずは落ちてきた時のねこの下降ウェッジのレジスタンスライン、はい、ここでちゃんとサポート今されてますからね。基本的にはちょっと短いんですけれども、ここでのロングインをして上を目指していく、もしくはいいですか、この長い時間軸内におけるこのね下落チャンネルを描いていたんですよ。ちょっと縮小しますよ。こういった形で下落チャンネルを描いていまして、そこのね、いわゆる、このラインがサポートラインになりますから、このラインを抜けてからねロングイン、つまりドルベースで行くならば、行きますよ、ドルベースで行くならば、まあ、$36,000を超えてからのね、ロングインがいいんじゃないのかなという感じがいたしております。$36,000を超えてからのロングイン。だって$34,600を超えてからのロングインだと、まあ、ここまたね、こう、かなり短いでしょ？狭いので、まあ、それぐらいの利益を取りたいなという方であればね、まあ、いいんでしょうけれども、まあ、なかなかね、こう、ずっともちもちってする時間も長いと嫌でしょうし、結構大物をね狙っていきたいなと思う方もいると思いますので、まあおすすめは$36,000を超えてから、つまりこのね下落チャンネルの中に入ってきてからのロングインをしてどこを狙っていけばいいのか。もう一回ごめんなさい、日足に戻りますけれども、まあここですよね。はい、このラインわかります？エンジン音大丈夫ですかね。ちょっとごめんなさいね、うるさくてね。はい、この長期の移動平均線がちょうどね今の時間軸的に$41,000ぐらいなんですよ。そしてこれね左側のこの直近の高値、ここも$41,000ぐらいなので、まあ今からグッグッと頑張って上がってきてね、くれれば$40,000から$41,000ぐらいを目指していくような形、つまりドルベースでいくならばだいたい$40,000ぐらいの利益がね狙えていけるんじゃないのかなと思いますので、やっぱりね、このサポートライン上に回帰してから入っていくのがまあおすすめっちゃおすすめです。で雲の中に突入してますので、結構ねこういい形で、逆にこう仕上がって上を狙っていくんじゃないのかなと。 OK です。でも上端値に関してはやっぱりこのね下落チャンネルのレジスタンスライン、このね史上最高値から結ばれているレジスタンスラインでね、やっぱり押されてくる可能性があります。もう今の価格帯でいくと、ドルベースでいくとねどれぐらいでしょうか。$45,000ぐらい、$45,600ぐらいでの押されが予想されますので、あまり欲張らずにね、やっぱり$40,000ぐらいで、まあまあまあ半利確もしくは3分の2利確ぐらいして残りを守っておく、もしくは全利確決めてね、あと様子を見ていくって形でもねいいかもしれません。はい、まあ$36,000から、まあ$40,000から$41,000であれば結構いい利益がね取れていけるんじゃないのかなと思いますので、そこに対する期待感を持っていきましょう。はい、もしくはもう一個ね落ちてきた時のこの、ウェッジのわかります、レジスタンスラインにタッチしてきた時にもう一回ロングインをして、上昇を狙っていくみたいな形でね仕上げておいてもいいでしょう。よろしくお願いします。はい、もしごめんなさいね、ここ4時間でもう一回見ていきましょうか。ここのラインをね、ここのラインをもし割れてしまったら、やっぱりこう逃がしていくのがいいのかな。損切りをね、ちょっとしていくのがいいのかなと思いますので、ここでもしね、ロングインをした方であればですよ。そこはね、一応、損切りの注意ポイントとしては押さえておいてください。はい、もう一回、この下降ウェッジ内に戻ってきたら、損切りをしていくっていうのがね、まあいいでしょうからね。よろしくお願いいたします。はい。まあ一旦は$34,600ちょっと目指していくかなという感じをね、いたしております。はい、次行ってみましょう。行きます。行っちゃいます。ポチッとな。ビッツコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。キマお願いいたします。お願いいたします。はい、テンションは変わらず、先ほどのミス収録でもねテンションは変わらず行ってみたいと思います。よろしくお願いいたしますよ。はい、そしてね行きますよ。はい、まずねイーサリアムなんですけれども、ただいまの価格が$21,28付近をね推移しているような状況になっております。はい、で日本円で言うと$233,000あたりをねうよ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 う動いているという状況。はい、よろしくお願いしますよ。そして、どうでしょうかね、今ねこれ日足レベルで見ていただいたら分かるように、
OK です。高値を結んだラインをね、ちょっと一回雲消しておきましょうか。うん。高値を結んだラインをとにかく今ブレイクしてきました。うん。で、これディセンディングトライアングルをね、まあ、作っているような感じだったんですけれども、まあ、高値を結んだラインをブレイクして今の状況。で、出来高がこれもね、そう入ってきているわけではないので、ちょっとね、急落には注意したいんですけれども、今ビットコインがね、様相がそんなに悪くないので、これもね、まあ、上をね、目指していくんじゃないかなという雰囲気がしております。で、もっといいことに、いいですか？日足レベルでいくと、雲の中にもこれね、突入してきている状態で確定しているんですよ。ですから、これはね、プラス要因でございましょうね。普通はほら、雲がね、抵抗線として効いてきて、なかなか上に抜けきらないっていうのがあるんですけど、これはちょうどね、この雲が、先ほど見ました、高値を結んだラインとちょうどほぼ被っている状況でしたので、このね、高値を結んだラインを上にブレイクしたのと同時に、もう雲の中に突入してきましたので、ここからちょっと期待したいかなと。うん。ですけれども、いいですか？この2200ドル、この青いラインがね、やっぱり、抵抗線としては必ず効いてくると思いますので、そこに対する注意感はね、注意はしておきましょうということでよろしくお願いします。大丈夫です。ですから、まあこれは前々から言っておりますけれども、私のおすすめとしたらね、いいですか？2200ドルを超えてからのロングインがね、まあおすすめでございますので、ここはね、もし短期、並びに FX で勝負をかけようかなと思っている方であれば、2200を超えてから入っていくのがいいかなと思っております。OK です。で、その際は、まずは2400ドル、うん、直近高値の2400ドルですよね。ここでの抵抗が入ってくるでしょうから、3分の1利確。そしてその次は、いいですか？ちょっとごめんなさい。もう一回日足に戻りますけれども、ここ見ていただいたらわかりますよね。うん。長期の移動平均線がちょうどこの値位置にあるので、2530ドルぐらい。うん。ここでのね、また3分の1利確ぐらい。うん。そして、一番最終的には2900ドルでの残りの玉を流していく。みたいな感じでね、まあ私自身はしていこうかなと、この青いラインを突破してきたらね、思っております。で、青いラインを突破して、この2400を超えてきたら、結構な高確率で2900いくとは思います。ただ、抵抗として効いてくると思いますからね。やっぱり、堅実に利確は、していくのがいいかなという感じがね、いたしております。OK ですか？で、なんで高確率なのと言いますと、やっぱりほら、ここ分かりますよね。ダブルボトム形成からのネックラインじゃないですか。2400って。ですから、このラインを超えてくればね、結構強い上昇が待っていると思いますので、イーサリアムのポイントは、2200ドルなんですけど、2400を超えれば、2900まで見ていけるんじゃないかっていう感じでございます。OK です。OK です。2200を超えて、2400で押されて戻ってくる可能性もあります。ですけど、2400を超えれば、2900まで行くんじゃないかなと思いますので、そこはね、期待感を持ってね、見ていくのがいいでしょうということで、よろしくお願いいたします。はい。とにかくね、イーサリアムに関しては、ちょっと頑張ってほしい。もう、ロンドンのね、アップデートも、8月の4日あたりでしょう。もうすぐ来ますので、そろそろね、ワインぐるぐるお兄様、お姉様方々がね、ちょっと動いてもおかしくないんじゃないかなっていう感じはいたしております。うん、ですから、そこに向けてのね、仕込みという形で言うと、まあちょうどいい通貨なんじゃないかという形がしておりますよ。直近で動きそうな通貨ですよね。で、私がね、一応ね、言っておった、この1735ドルで、握れた方は本当に良かったかなというふうに思っている。私自身も握っておりますし、はい。まあ基本的にはね、このロンドンのアップデートぐらいまでは握っておこう。それとは別に年単位でね見ておく保有枚数もありますから、それとは別に入れたんですよ。だから、1735でね。で、それはロンドンのアップデートに向けて、ちょっと短期でね、まあ短期って言いましょうかね、短期でちょっと稼ぎたいなと思ったので、入れて、いてそのまま、で今ここまで力強く上がっていっているので、ちょっとね、どれぐらいでしょうか、ちょっとの枚数、まあ5分の1とか3分の1ぐらい、まあ利確をしていってね、他に回す種銭を、ちょっとこうね、確保してもいいかなという今気にはなっております。だって1枚あたり400ドルぐらいね、利益が今取れている状況ですから、まあ金額で言うと日本円で言うと4万5000円とか4万4000とかそれぐらいですよね。ですから、まあまあいい形で、利益が取れたなと。だからまあ私がね言っていたところで、差し値を置いていた方であれば今いい形で利益が取れていると思いますので、その分に関してはね、どうやって決着していくか、ご自身の資金の兼ね合いを見ながらね、まあ決めていくのがいいかなと。年単位で持っておくのが置くのか、まあロンドンのアップデートまでどういった金額になろうが持っておくのか、もしくは今もう上がり調子ですから、ちょっと利確をしてね、資金を他のほらあるところに回す資金が必要な方とかであれば、そこで利益を取っていってからの種まきをしていく、みたいな形でね、各々の、まあ、ポートフォリオの組み替えをしていったりもいいでしょうからね、そこは調子よく見ていってください。まあ、よかった、よかったということでございますね。やっぱり1735ドルはカタカタですね。かなり固く作業しておりました。はい、とにかく2200ドルを超えてくれということで、お願いいたします。はい、次行ってみたいと思います。いきまーす。次はこちら。皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。2回目パ
はお願いいたします。お願いいたします。はい、行きます。元気よく行きましょうよ。こういうハプニングがねあるのが YouTube じゃないでございますか。本当に皆さんのね温かいお言葉身に染みますよ。たまには休めよ、おいとね。ですけどもね、こうね、なんかこうなんか違うなと、ここで休むのなんか違うよねみたいなね、こうなんか負けた感じがして嫌なんですよ。スマホに負けた感じがして、本当にね、さっきも言いましたけれども、本当にキャッチャーミットね持たせて、誰かね私の友人を座らしてね、本当に、まあ20メートルか30メートルね、先の方からね全力投球してやろうかと思いましたよ、あのスマートフォン自体をね。でもね、さっきも言いましたけれども、やっぱり物に当たるのはね違うと思いますから、やっぱりさすがにねそれはできないと。今ね、こう頑張って スマホも頑張って今私の声を拾ってくれておりますので、最後まで言ってくれよ、相棒よ、言ってくれよという形でございます。はい、行きます、行っちゃいます。はい、リップルなんですけれども、ただいまの価格が、はい、0.6ドル付近をね推移しているような形になっておりますよ。はい、いいですか。で、日本円で言うと67円ぐらいでしょうかね、67円ぐらい、うん。で、この通貨に関してはね、やっぱり高値を結んだラインを、突破してきておりますのでね、ここで今いい形に仕上がっております。はい、ですからここをサポートとして、まあ上、ちょっと日足で見ていきます。雲がどうなっているのかってやっぱ気になりますからね。はい、雲がね、今これ見ていただいたら分かるように、こういった形で青いラインにね、今ちょうど青いラインのところに雲の加担があるので、0.68 ドルぐらいまでの上昇はね見ていける可能性は余裕であります。はい、見ていけるんじゃないかと。 0.68、 その前の抵抗線として黄色いラインのね 0.64 ドルぐらいがちょっと意識されてくるかなと思いますので、ここはね注意をしておきましょう。で、黄色のラインっていうのはやっぱり見ていただいたら分かるように、レジスタンスとして効いておりましたし、こういった形でね、レジスタンスとして黄色いラインですよ、頭の押さえつけラインとして効いてましたし、この出来高がブリブリって入ってきた時のね初動になりますでしょ。うん、わかります。出来高が入ってきた時の起点ラインになりますから、ここはある程度ね意識がされていくでしょうと。サポートレジスタンスとして意識がされているのかな。で、またレジスタンスとして頭の押さえラインとしてね意識はされてくるでしょうから、やっぱり今の値位置からで考えると、あまり旨味はないですよね、実際問題。狭いのでですから、あんまりね、勝負をかけるところでもないのかなと。だったんなら 0.68 ドルをね上にブレイクしてきてから、であれば、こういった形でほら、0.68 を抜けると雲の中に突入する流れになりますから、 0.76 ドルぐらいまで、このオレンジのラインぐらいまでの上昇はね見ていけるかなというふうに感じております。んですから、私のトレード、まあまあどうでもいいと思いますけど、私自身はね 0.68 を抜けてからの 0.76 をちょっと短期的な、形 FX 関係でねちょっと取っていってもいいかなという感じがいたしております。まあ FX 関係は、こちら、まあ普段ね私が使っている取引所、初めて聞かれた方であればね、わからないと思いますから、一応言っておきますけれども、左上のバイナンスとゲート .io、左下のビットル、ビットルはね、XDC が買えるので、ビットル。そして、FX に関しては、この右上のバイビットというところで、やっておりますので、もしね、アカウント持たれてらっしゃらない方は、ぜひともね、ご活用なさってみてください。よろしくお願いいたします。はい。動画の、概要欄、説明欄の方にね、貼っておりますので、よろしく、ご活用なさってみてください。よろしくお願いします。まあ、今後のことを考えてもね、今言った 4つの、取引所、まあ、全てね持っていてもまあ問題はないかなと思いますよ。使い方結構いいですしね。ゲート .io とかはバイビットがね、上場させる前のね通貨とかも結構ねすぐ上場させるんですよ。それこそこの前あったヒーローとか、ヒーローでしたかね、ありましたよね、テンセット系絡みの、あれもねすぐね上場してきたということで、結構行動早いなということで、だからあちらバイナンスで取り扱う前にね買えるものが多いので、そこはね、楽しんでいけるかな。あとはビットルに関しても注目通貨のね XDC がありますから、やっぱりここもね、使い勝手がいいのかなという感じがいたしておりますね。はい。で、バイビットに関しては FX、 やっぱりこれは日本でねシェアを広げていきたいっていうことがあるんでしょう。かなり日本の方には、使いやすい、取引所になっていると思いますのでね。あとはほら現物もかなり追加していく、今4通貨ぐらいありますよね。4通貨ぐらいありますから、今後ねどんどん広げていくということなので、ワンチャンね、まあ、かなり大きなね取引所になっていく可能性が今後、ありますから、まあ、ここもおすすめはおすすめでございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、申し訳ございませんね、話の途中でね。で、いきますよ。ですからそういった形でどうでしょうかね。 MACD 線も右上がりで申し分ないですね。日足レベル、はい、4時間足レベルでも、MACD 線がね、ゴールデンクロスを起こしてゼロラインを突破しておりますので、強気相場継続中よということで、申し分ない。そして4時間足レベルでの移動平均線がね、ちょうど短期が長期をね下から上にブレイクしそう、
つまりゴールデンクロスをね起こしそうな感じがしておりますので、一旦は上目線でまあ 0.68 まで行ってくれればなという感じ、うん、感じでございます。まあまあね、高値を結んだラインをね、一応ブレイクはしているので、まあ入りたいなと思う方であれば黄色で半利確ぐらいして残りをね 0.68 で流すみたいな感じでねやっても行ってもいいかもです。で短期 FX で仕掛けるんであればそういった形で、もしここのね高値を結んだラインを下に割れ込んでしまったら、もうこれは長期の移動平均線も下に割り込む形になりますので、またずるっとね赤いラインぐらいまで落ちてくる可能性があります。んですから、ここね下割れしたら損切りをねしていくのがベストでしょう。よろしくお願いいたします。はい、それぐらいでしょうかね。まあ今いい形で仕上がりそうよと、まあ短期並びに FX で勝負かけても問題はないですけど、上がちょっと窮屈かもねっていうのはね、あまり利益が取れないかもねっていうのはね押さえておいてください。はい、次行ってみたいと思います。いきます、こちらポチッとな。はい、こちら3度でございますね。3度でございます。はい、3度でございますけれども、ただいまの価格が 0.728 ドル付近をね推移しているような状況になっております。はい、でこちらはね、いつでした、昨日のこの動画の2個前ですよね。確かそうでしたね。2個前。ですから、昨日の第1部で、うん、言っておりましたよね。昨日の第1部で配信したのが、ごめんなさい。ちょっと矢印が欲しいですけれども、ちょうど、ここ。昨日の第1部がね、ちょうどどこら辺ぐらいですかね、23時午前、あ、そうですね、ちょうど抜けた後ぐらいにね、これ青いラインが重要ラインだったので、ブレイクした後におそらく配信をしていたと思います。うん、で、その時にね、3度チャンスよと、とにかくあちら、FX 並びに短期で勝負かけてもいっていいんじゃないんですか、というふうに言っておったと思います。はい、これロングチャンスですよ、というふうに言ってましたので、もしね、配信聞かれて、その後にね、ロングインした方であれば、今いい形で、どれぐらいです ?1 枚あたり、0.21 ドルぐらい。ですから日本円で言うと、24、5円ぐらいのね1枚あたり利益が取れていると思いますよ。はい、ですから結構枚数をね、1枚あたり安いので仕込んだかなと思いますから、今ねちょうどねいいですか、この、うん、私がね、まあ、私が強調するなおっさんとね一応設定しておりましたこのオレンジのラインでちょうど今ね止まってますよね。攻防している状態ですから、まあ利確の場所としてはね本当に申し分ない。で私はテレグラムもねやらさせていただいているんですよ。パイナポー TV という、無料のねオープンチャットを私のバディのねご協力のもと開設しました。で今ね960名を超えたあたりぐらい、もう少しで1000名でございますよね。はい、そのテレグラムの中でもね私言ったんですけれども、一応私は、この、うん、短期でね勝負をかけたこの3度に関してはここで同じように昨日の、第1部午前中にね、配信が終わってロングインを仕掛けて、ちょうどこの 0.75 でちょうど利確、まあ、いわゆる差し値を置いてね利確していこうかなと思って全部ここはねもう流した感じ。長期保有目的のものはね、まだまだ依然として持っております。はい、短期保有目的でお小遣い稼ぎができたから良かったかなという感じでございますけど、まあ私のねやり取引とかどうでもいいかなと思いますけども、うん、まあですからこう持たれている方はね今ここで入られて、うん、ある程度いい場所での利確ポイントになっておりますので、まあどうでしょう、うん、現物で買われた方であれば、もうねあちら入れた分の、うん、つまり原資分だけを抜いていただければ、現物だったらね3度の枚数が余ると思いますから、それをね残り、うん、長期保有の方に移行させてもいいかなと思います。まあここら辺はね、まあ個人個人のやり方があるでしょうから、ある程度ね、まあおのおの皆様ね、まあ立派な相場師として今やっておられるでしょうから、まあ考えていくのがねいいのかなと思っております。はい、まあおすすめはおすすめ、利確としてはね短期トレードの方は特にですよ。はい、でやっぱりほらオレンジのラインはこれぐらいレジスタンスとして効いておりますので、うん、やっぱり意識はねされていくでしょうと。であとはどうでしょうか、うん、この 0.75 をね実践として明確に上にブレイクしてきたら、もう一回私もね短期で勝負をかけていってもいいかなというふうに思っております。で割れ込んだらもうあやっぱりダメかって言ってねすぐ損切りをしていこうかなと思っておりますので、明確に実践としてね、ブレイクしてきた時はまたねツイッターとかで、うん、タイミングが良ければね流していきますので、ここブレイクした時にねサポートとして転換しているなと思ったら上が目指せますから、その時は次は史上最高値ですよ。うん、ここね、どれぐらいです、ドルベースでいくと 0.9 ドルぐらい、ここを目指してね、いけるかなと。ですから1枚あたり18円とか19円ぐらい、 0.75 から 0.9 ドルぐらいですから17、8円ぐらいの利益がねまた取れていけるかなと。でまた、史上最高値を超えた後に、ロングインをしていく、このね史上最高値を超えた直後とかのロングインとかであれば、これ実際問題、イナゴになってもいい場所かなと思っております。私自身はね、わかります。ですから史上最高値を超えていないのに今ぐらいで握るっていうのはこれはちょっとイナゴになりかけるんですよ。なんでかって言ったらやっぱりほら頭を押さえつけられて落ちてくる可能性がありますから、わかります。ですけど重要なラインを超えていってからの史上最高値を超え
えていってからのロングインであれば、上がね結構開けて、当然開けてきますから、まだまだ上をね市場アーテンハーつけていっている状態でございますでしょ、うん、ですからまだ上を目指していける。その時はフィボナッチエクステンションとかを見てね、どこぐらいまで狙っていけるかなっていうのをね、目測を立てていくっていうのがベストでしょう。よろしくお願いいたします。はい、まあとにかくねそういった形でサンドは見ていきましょう。 0.75 ドル以上でのサポートがね効いているようであれば、もう一回ロングインをして 0.9 ドルを狙うっていうのがね理想的な短期トレードじゃないでしょうか。はい、次行ってみたいと思います。あ、落ちてきたらね、ごめんなさい、落ちてきたら青ラインまでが1回、支えとして入る場所、まあ、もしくはねどうでしょうか、この短期のね移動平均線、中期の移動平均線あたりがサポートとして効いてくる可能性がありますので、そこからもう一回ねグッと上がってくるかも、その際は 0.64 ドルぐらいまでの落ちはねちょっと覚悟はしておいた方がいいかもしれません。 0.64 ドルぐらいまでの落ち、ちょっと、どうでしょうかね、ある程度ほら短期がサポートになったり、しますからね、これぐらい急激にグリッと力強く上がってくると OK です。ですから短期の移動平均線がある程度ほらサポートとして効いてますでしょ、ですからこれが追いついてくるのを待ってからの上を目指していく可能性がありますので、そこはね期待しておきたいところですけども、落ちてきたら逆にこの短期の移動平均線がサポートとなるかっていうのをね見ておいてください。よろしくお願いいたします。はい、次行ってみましょう。行きます、行っちゃいます。はい、次はですね QNT 見ていきましょう。 QNT クワントでございますね。はい、クワントを見ていきましょう。どこにいるかな、どこにいるかなということでございますけれども、 QNT がいないです。あ、いました、いました。はい、こちらポチッとな。はい、QNT なんですけれども、いいですか、ちょっと1時間足で見ていきましょう。あーね、先ほど私が収録していた時にちょうどいいとこにいたんですよ。申し訳ございませんね、本当にね。はい、いきますよ。 QNT なんですけども、とにかくこれはねチャンスだったんです。チャンス、はい、何か、まあ今もまだチャンスっちゃチャンスです。これはいいですか、ちょっとごめんなさい、日足で見ていきましょうか。こういった形で引きで見ていくとね、見ていただいたら分かるように上昇チャンネルを描いていて、そのサポートライン付近にいます。ですからこれチャンス。そしていいですか、このね移動平均線もすべて今下に多い、しょっかっている状態、まあ下にある状態ですし、このねマック D 線がねゴールデンクロスを起こしかけているので、日足レベルですよ、今からちょっとグッとね上がってくるんじゃないかなと思っております。はい、でその時の目標値は一旦この上昇チャンネルの抽選ラインぐらいまで、ですからドルベースでいくと93ドルぐらいまでね、まあ上がっていく可能性がありますよっていうのは押さえておいてください。はい、 OK ですね。でここでの一旦のねまあ半利確ぐらいは、まあだから短期保有目的の方であればここでの半利確、もしくはね全利確ぐらいしていってもいいんじゃないかと。1枚あたりどれぐらいでしょうか、0.93 ドルぐらいですから、1枚あたり18ドル、17ドルとか、それぐらいですよね、をまあそうですね、利益として取れていけるのかなと思いますので、17ドルぐらいですよね、ここはまあある程度こうまあまあ1枚あたり、取れていけるのかな、ですから2000円ぐらいですか取れるかもしれませんので、ここはまあおすすめでございましょう。はい、 OK ですか。であとは、下に関して言うとね、これやっぱりここねうまく効いてましたね。はい、高値を結んだこの黒いラインね、これちょっと平行線に見えますけど、ちょっと右上がりなラインになってます。でこのラインがねめちゃくちゃバチクソ効いているんでございます。バリバリ効いております。 OK です。ブリブリーとねガチャーンと効いてますので、このラインでのね、まあロングインは当然推奨でございました。あとは長期の移動平均線も追いついておりますので、このラインはおすすめですよというふうにね、言っておりましたら、ちょうど反発してきましたので、上昇チャンネルをね下に割れ込んだとしても、この黒いライン、つまりドルベースでいくならば55ドル付近はね、分割の、買いおしめ買いチャンスの場所になっておりますので、ここはね、もし割れ込んだ場合は差し値を、ね、置いておくのがいいでしょうと。長期保有目的でね持つのがいいのかなと。これはクワントに関してはね、私のあちら、再生リストの中に2021年から未来までの期待の通貨としてね、めちゃくちゃ調子乗りまくっているサムネがあるんですよ。はい、そちらを見ていただければ、再生リストの中に期待の通貨で2つ作ってます、動画を、ボリューム1とボリューム2で、そのボリューム2の方に入っておりますので、もしね他にも通貨が何通貨かありますから、ねちょっと気になる方、どういった通貨か分かんない方は見てみてください。はい、面白く仕上がっておりますので、よろしくお願いいたします。期待ができるんじゃないかなと思いますよ、このクワントに関しても。ちょっと長い目で見ていただいたら場合ですよ。はい、よろしくお願いいたしますね。まあそれぐらいでしょうかね。とにかく今は上昇チャンネルの下端値付近にいるのでチャンスですよっていうのはね押さえておいてください。で日足レベルでゴールデンクロスを起こしかけている。はい、マック D 線4時間足レベルではもうね、上にゼロラインをこの形で突破してますので、上昇相場継続中よということでございますね。はい、であとはどうでしょうか、4時間足レベルではもうゴールデンクロスをね起こしている状況になっておりますので、ここからまたほら短期の移動平均線であるとか、ちょっとアップしましょうか、こういった形ね、中期の移動平均線がある程度支えとなって機能してますから、中期の移動平均線とかをね、いわゆる支えとして上にぐんとね上がってくる可能性がありますので、今日明日、あたり、まあ、またね大きな動きが出てくるかもねっていうのをね押さえておきましょう。はい、しかも上目線でいい形になるかもねと。ですから短期並びに FX かけられるんであればね、チャンスの通貨になりますよっていうのをね、押さえておいてください。はい、次行ってみましょう。行きます、行っちゃいます。まだ大丈夫でございますね。ちょっと冷や汗をかきながら行ってますよ。ここでまた同じ状況が起こったらもう
次こそですね、次こそ遠投が始まります。はい、遠投が始まります。よろしくお願いいたします。はい、いきます。次なんですけれども、いきますよ。GRT をね見ていきましょう。ザグラフでございますね。ザグラフ、はい。でザグラフもね、これもはい先ほど言いました、期待の新通貨の方に入れております。はい、どういった通貨か知りたい方はね、ぜひともご視聴なさってみてください。結構短い、そんなに長くない動画ですので、まあお暇がある時にね、もう一回見ていただければ嬉しいございます。ありがとうございます。はい、でこのグラフ GRT に関してはね、やっぱり日本の方にはあまり人気がないんですか、人気がないんですかね。海外の方ではやっぱり結構ね人気がある、持たれている方が多いっていうのはやっぱり聞きますし、あとは海外のニュースでもねちらほら名前は上がってきているので、 GRT に関しては、これはね、ある程度、将来的に、期待をねしていてもいいんじゃないかなという感じがねいたしておりますよ。 OK ですか。でこの GRT に関しては結構端的で、まだね価格の上昇が始まっていないんですよ、実際問題。はい、他のアルトに比べるとですよ。で今のこの状況で見ますと、このね下落チャンネルを描いていてからのいわゆるサポートラインですよね。でこれもともとサポートとしてバチバチ効いていたんですけど、ぐんとね起点となって上がっていく、まあ高値はね切り下げていっているので下落チャンネルを描いているんですけど、サポートとして効いている。でその延長線で、ね、今ねレジスタンスとしてバチバリバリバリ効いてますよね、レジスタンスラインとして。 OK ですね。ですから、このラインをねとにかく上にブレイクしてくることがものすごく重要になってきます。そして、ここ雲ね、雲もやっぱりこれね邪魔になっているのでなかなか抜けきらないのかなと。ほら他の通貨だったら雲がねこの重要ラインの上に存在していたので、ある程度価格に影響があってぐっとね、重要ラインを抜けていったりをしていたんですけど、今この GRT に関しては重要ラインよりも下側にね雲が存在している状況になってますから、やっぱりこれもね頭の抑えラインとして効いているのかなということでございます。 OK です。じゃあ分かることはどうか、総じて言うとこのね、まあこのラインですよ、今ねかなり重要なこのトレンドラインを上にブレイクしてきてからのロングインは推奨で、どこまで上がってくるかと言いますと、一旦はやっぱりここでしょうね。直近高値のいいですか値打ちと長期の移動平均線がちょうど同じぐらいの値打ちになっているこの 0.93 ドルぐらいでの半利確、もしくは3分の1利確ぐらいがねまずは推奨で、残りをいいですかこの下落チャンネル内に戻ってきてますので、この上端値ぐらい、まあちょうどほら下落チャンネルの抽選ライン付近にもなってますからね、この上端ぐらい、ですからドルベースでいくならば、まあ今の値打ちでいくとどうでしょう、1.3 ドルぐらいでしょうか、 1.3 から 1.4 ドルぐらいをねこう狙っていくような形で、仕上げていくのがいいんじゃないでしょうか、利確をしていくのがね。でもしねこの高値のラインを上にブレイクしてきたら、次はまた強い上昇が待っていると思います。で史上最高値を狙っていくようなフェーズに入ってきますから、そこでまたねここを抜けた時にロングインをして史上最高値を狙うっていう形でね仕上げていくのがベストでしょう。はい、短期並びに FX、勝負をかけれるところがあるんであれば、ここはねおすすめでございます。はい、ブレイクした後はですよ、でまあ基本的には長期保有目的としてね持っておくのがまあいいのかなと思いますので、まあそこはねポートフォリオを組み直しを考えてらっしゃる方は GRT ザグラフをね、まあ何を買おうかなっていう悩んでいる方ですよ、特にね、選択肢の一つとしてね入れておいてもいいんじゃないでしょうか。はい、次行ってみたいと思います。今ディセトラ形成中ですね、ディセンディングトライアングルが意識されておりますので、ごめんなさい、青いラインを下に割れたら次は 0.22 ドルぐらいまで落ちてきますから、ここでの分割エントリーとして捉えておいてもいいでしょう。長期保有目的だったら今ぐらいで分割をね入れていっても申し分ないのかなと思います。青ライン付近が分割のチャンスネイチになっておりますからね。でその下の 0.22 ドルでの分割、ここを考えていってもいいでしょう。はい、次行ってみたいと思います。いきます。次はですねアクシーインフィニティ AXS を見ていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、はい、アクシーインフィニティなんですけれども、ただいまの価格がね43ドル付近を推移しているような状況になっております。はい、でこの通貨もね、いつぐらいでしたか、めちゃくちゃいいタイミングで多分配信したと思いますよ。はい、配信したと思います。これは昨日の第2部でね配信しましたよね。はい、昨日の第2部の一番最後のチャート分析で言ってました。で、どこら辺で言ったのかってここです、ちょうど。ごめんなさい、ちょっと矢印が欲しいので引きます。ここですよ。はい、ですね、ちょうど昨日ね、ほんといい場所でね、案内できたかなと思っております。はい。昨日ですから、7月の23日の午後9時、10時ぐらいですから、そうですね、ちょうどこの付近で、この矢印の付近で、ちょうど私がね、AXS、アクシーインフィニティに関しては、ロングチャンスよっていうふうに言っていたと思います。で、その配信をね、聞かれて、ロングした方であればね、今いい形で、利益が取れたんじゃないかなというふうな感じがね、しておりますよ。はい。で、あとは、目標価格もね、もうほぼ私が言っていたところと、ビタ止まりしましたね。よかったよかったと。ですから、利確をした方であればいい形でねトレードが決着していったんじゃないのかなと、今回のフェーズで、エクステンション引いてみましょうか。
一応これをね、私は引いていたんですよ。このエクステンションの、ここ、うん。40ドル付近。まあ、1のラインが40ドルですから、40ドルぐらいでの、まあ、利確はいいんじゃないんでしょうか、みたいな感じで言っておったら、まあ、そこまで上がってきて、まあ、上に抜けてますね。どれぐらいです49ドルぐらいまで上がってきてましたね。ですから、1のラインから、この 1.618 の、わかります？ 54 ドル。つまり40ドルから54ドルぐらいまでの間、まあ、ぐらいまで上がってくるんじゃないか、というふうに多分言っていたと思うので、まあ、1ドルでの利確をね、推奨しておりましたかね。あ、ごめんなさい。1ドル、40ドル。うん。40ドルでの利確をね、まあ、推奨しておりましたかね。私自身もアクシーインフィニティは、こちら、うん。昨日配信を第2部終わらして、皆様にお伝えした通り短期でね、現物で入って、40ドルでの利確。つまり1枚あたり10ドルぐらいは利益が取れたので、まあ、良かったという形がしております。はい。で、まあ、次のね、まあ、トレードどうしようかなと思っているんですけども、一旦ちょっとね、もじる可能性があります、これは。うん。やっぱりほら、短期の移動平均線が追いついてくるのを待ってる感がありますので、そこに差し掛かって様子を見て、サポートとして効いているなと思ったら、もう一回ロングインをしてね、上を目指していってもいいかなという感じがいたしております。で、その際はまたね、こういった形でフィボナッチエクステンションが、まあ、作られてからの、どれぐらいの値打ちをね、狙っていくかというのがまた指標として出てくるでしょうから、今ここでね、もう一回ロケット発射するんであれば、55ドルぐらいまで、1.618 の、先ほど見ました、1.618 ぐらいのラインでの利確はね、推奨でございますので、そこはね、価格帯として押さえておいてください。よろしくお願いします。はい。で、まあ、アクシーインフィニティに関してはね、まあ、これはほら、ゲームでございますね。ゲーム通貨ということでございましょうか。で、私ね、これちょっと思っていたんですけども、やっぱりほら、サンドとかマナですよ。ディセントラランドのマナ。あちらもゲーム通貨じゃないですか。で、この AXS もゲーム通貨。で、あのね、今年ね、ゲーム通貨がやっぱりね、こうなんか、夏以降から、やっぱりこう、仮想通貨業界をワンチャン引っ張っていってるような感じもしますもんね。ですけど、いいですか？サンドとマナ。これは同じ種類なんですよ。仮想土地のゲーム。ね、ゲーム。で、AXS に関してはそういったものじゃないとは思います。はい。なんか仮想土地とかそういったものじゃない、仮想土地系も含まれてるんですか？ゲームの中の要素として。でも、まあ、いろいろなニュースを見る限りね、こう、あの、サンドとか、ザ・サンドボックスとか、あちら、ディセントラランドとかは、結構ほら、企業系が入ってきてるのが多い印象がありません？それはわかりますよね。で、AXS とかは結構ほら、個人の方が、ちょっと小遣い稼ぎとしてやっているゲームという、こう、イメージがね、ものすごく強い。私の中では。ですから、同じゲーム通貨であっても、全然ね、違うと思うんですよ。これは。やっぱりほら、企業が入っているのは、まあ、それはわかりますね。ほら、仮想土地を買ってね、その中で、こう、いろいろな企業のね、あちら。宣伝をしたりとか、特にザ・サンドボックスとかであれば、ほら、最近で言うと、ウォーキングデッド、あちらとね、提携みたいな形、ウォーキングデッドの世界観を、ザ・サンドボックスのゲームの中でね、こう作っていくみたいな形でなってましたので、ちょっとね、こうね、企業系のバックアップが強いのが仮想土地ゲームの方。だから、値崩れを起こしづらいのはあっちなのかなと、仮想土地系なのかなというふうにちょっと思っております。はい。で、このね、アクシーインフィニティとか、こっち系の、こう、個人がね、今こう、過熱感がちょっとブームが来ているような感じがするので、これ一気に資金が抜けてきた場合、あんま稼げねえやってなった場合は、ちょっと急落がね、怖いので、そこはね、注意をしておくべきでしょうということで、ございます。ちょっと意味合いわかります。うん。だから、同じゲーム通貨でも、全然ね、このバックアップをしているところが違うなという印象がちょっとあるので、そこはね、注意をしておきましょうということで。うん。ですから、長い時間かけて伸びていくっていうのは、今のところではマナとかサンドがちょっと強いのかなと。うん。AXS、アクシーインフィニティに関しては、ちょっとブーム的な要素もありますから、お犬様系ブームあったじゃないですか。あんな感じで、人が引けてきたら一気にずれっと落ちてくる可能性がありますので、ちょっとね、そこは注意しながら取引をしていくのがいいのかなという感じがね、本当にしておりますので、ここはね、注意をよろしくお願いいたします。はい。ですから、あまり欲はかかずに、ちょっと利確をしていくとかね、上がってきたら、OK ですか？そこは、個人個人のね、まあ、やり取りがあると思いますけれども、私が抱いているそのゲーム通貨に関する、ちょっと感想。エンジンコインは、これはね、まあやっぱり、まあ、かなりのメガゲームがね、まあ、マインクラフトという メガゲームですから、これがね、まあ、バックボーンについてますので、とにかくね、これは長く息が続いていくんじゃないかなと思っておりますよ。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしたら次行きましょう。はい、まあ、よかったよかったとね、AXS に関しては。はい、で、次は、AGIX。うん、こちらを見ていきましょう。これで一応、最後にしておきましょうかね。DBC に関しては、一応口頭で、ここね、出てこないんですよ、DBC が。うん、DBC って言って、ディープブレインっていう、ね、AI 系の通貨が、もう一通貨あります。この、AGIX も AI 系の通貨。OK です。で、この AGIX、シンギュラリティネットって書いてあるんですけど、これが AGIX ってやつ。で、これはね、どこでしたか？ごめんなさい。ちょっと忘れちゃったんですけど、どっかがね、ビットコインを超えていくような通貨の参戦を
ちょっと前にね、発表していたんですよ。3つ、3通貨。で、その中の1つに、この AGIX が入ってます。で、あともう1個がファイルコイン。AGIX とファイルコインと、あともう1個が何でしょう、ちょっとごめんなさい。もう1個忘れちゃったんですけど、2通貨覚えてます。この AGIX、シンギュラリティネットとファイルコイン。OK です。ですから、AI 系の通貨としてね、この代表格の1つ。で、あともう一つ、さっき言いました DBC という通貨も AI 系通貨の代表になってます。基本的にはどちらかを、まあ、AI 系としてね、購入しておいてもいいんじゃないのかなーっていう感じはしております。今後の世の流れを考えると、もう分かりますよね、皆さんね。今のこの世の流れすごいでしょ。ものすごいスピードで科学技術がね、発展してきてますよ。ですから、これ先ほど私ね、ツイッターでも言ったんですけれども、あのね、AI 系がね、ちょっとやっぱりこう、なんかこう気づかないうちにいきなり爆発してきそうな感じがちょっとなんかしてます。それがいつかはちょっとまだね、はっきりわかりませんけれども、で、これはね、今日の重要ニュースの方でも実はあるんですよ。 AI 系が、実はね、ある方が発言してましたから、ワンチャンありますよ、この AGIX もしくは DBC ね。で、この DBC に関してはちょっとチャートはね、ないので、第2部の方で軽めに見ていきましょう。第2部、今日はちょっと第1部ね、 AGIX だけにしておきます。 OK です。で、AGIX なんですけども、ただいまの価格がね、 0.18 ドル付近を推移しております。で、前グーッとね、いろいろ引いていたんですけど、そこ消して、チャート的にはね、もう端的、これはやっぱりね、今後の世の流れがあるので、ちょっとチャート云々よりも仕込みの通貨の一つとしてね、考えておいていいのかなと思ったので、ちょっと今回、こう入れました。で、今ね、こういう風に見ていくと、高値一定値で安値切り上げになっておりますから、今後ね、こういった形でアセンディングトライアングルをね、作っていく可能性があります。 OK です。アセンディングトライアングル、ですから、今ちょうど上場後からの、まあ安値圏に、安値圏でね、まあ推移をしているのかなって感じがいたします。まあここでの上場ですからね、しておりますので、まあ今後ね、まあ AI 系、期待を、まあ、この上場後ですよ。この前がね、ちょっとまあ、今私が見ているのが、どこでしたかね。ね、ごめんなさい、ちょっと見ますね。AGIX、はい、ここがね、クーコインでしたかね。クーコインでおそらく見ていると思い、見ていたので、こちらバイナンスでもまあ同じぐらいですね。ですから、バイナンスだとね、ちょっとチャートがやっぱりね、取引所によってちょっと違いますけれども、安値はね、こういう形で、切り上げていっておりますから、まあ特に問題ないのかなという形がいたしております。 OK です。ですから、ちょっとこれ消しておきましょうか。紛らわしいのでね、はいはい、こういった形。ですから、このね、AGIX、そういった意味で、アセンディングトライアングルをね、作っているような形になってます。はい、OK です。で、この AGIX に関してね、もう一個だけ情報を、さっき言いましたけれども、ビットコインを超える通貨の一つになるかもしれない。あともう一つは、あれです。あのね、イーロン・マスクさんいるでしょ。イーロン・マスクさんが、あのね、ツイッターの方で、こういう風に言ってたんですよ。シンギュラリティっていうね、多分曲かなんかだと思うんですけど、そのシンギュラリティというね、この曲のジャケットをツイッターの方に載せて、シンギュラリティグッドって言ってたんですよ。ツイートで。で、これが、ちょっとね、このシンギュラリティネット、これ AGIX のことです。この AGIX が、これワンチャンテスラ社あるんじゃねみたいな。AI 系進出するんじゃねえのでね、ちょっとだけ話題になったことがあるんです。OK です。ですから、これね、そういった意味合いも含めて、今後、さっき言ったテスラ社がね、この、やっぱり最先端を走ってる感じがするじゃないですか。ですから、今後 AGIX をね、何かしらでもしかしたら組み入れてくる可能性があるので、そういった意味合いも含めてね、今、いいちょうど仕込みのね、通貨の一つにはなるんじゃないかなというふうにね、思っております。はい。で、これも、さっき言いましたけれども、今年のね、期待の新通貨、2021年から未来にかけての期待の新通貨の一つ、AGIXDBC をね、入れておりますので、ぜひともね、ご視聴なさってみてください。どういった通貨かもうちょっと詳しくわかります。どういったところと提携をしているとかね、そういったことがわかりますから、はい、提携の話とかがわかると思いますから、ぜひともご視聴なさってみてください。いざないます。よろしく。私は皆様が稼げる情報をとにかく発信しておりますから、必ずね、絶対的にいざなってます。はい。よろしくお願いいたします。はい。すいませんね。よろしくお願いしますよ。DBC に関しては、gate.io での扱いがありますので、ここはね、もしアカウント持たれてらっしゃらない方は、ご利用ね、あちら、私の概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひともご利用なさってみてください。よろしく、ご活用ね、なさってみてください。よろしくお願いいたします。はい。説明欄、概要欄に貼っておきますのでね、リンクをね、お願いいたします。はい。そしたら、行きましょう。はい。大丈夫そうですかね。一回ちょっと、離脱しましょうか。はい。はーい、大丈夫でございました。皆様、一応先ほど今収録したのは、大丈夫でございました。保存されております。そしたら、本日の重要ニュース、行ってみたいと思います。パパフー、パパフー、パパフー。撮り直し、パ
あまあ、お願いいたします。お願いいたします。はい。まずはお一つ目。こちらですね。いきまーす。はい。これですよ。先ほど話をしたのが載っております。いきますよ。ジャック・ドーシー CEO がですね、いきますよ。ビットコインをツイッターのサービスにね、導入をしたいと。で、第2クォーターの決済説明会で申し上げました。先ほど流れて、朝流れてきたニュースね。これ2回目でございます。よろしくお願いいたします。はい。で、いきます。ツイッター社の、いいですか？ジャック・ドーシー最高経営責任者は、暗号資産、ビットコインがね、同社の今後のね、サービスにおいて、重要な役割をね、果たすとの考えを示したと。で、ここ来ました。ほら、皆さん。AI、人工知能、あとは分散化と合わせて、ビットコインは今後のツイッターにね、関係する3つの重要なね、キーワードの一つだと主張と。うん、で、ツイッターのサービスにね、ビットコインを導入する考えがあると説明をし、この3つをね、取り入れることは、うん、事業に有益であり、それぞれの分野をね、リードする意向であるとも語っているということでございますね。はいはい。で、ツイッター社は22日、はい、2021年第2クォーターの収支報告会を実施と。で、今回のドーシー氏の発言は、この収支報告会で行われたということでございますね。はい。で、公の場で具体的にツイッターのね、サービスにビットコインを活用する考えを示したのは初めてだと見られていると。ごめんなさい、ちょっとエンジンかけますね。はい。はい、見られていると。うん。で、以前から、いいですか？ごめんなさいね。はい。ETC カード。はい。認証されました。ごめんなさい。はい。で、以前からいいですか？ビットコインの支持派として、知られているドーシー氏は、ビットコインの導入も、ツイッター社や株主にとって重要な事業だと説明したと。うん。で、収支報告会では、上で述べたね、ドーシー氏の発言に対し、うん。JP モルガンのね、方が、もう少しビットコインを、どのように活用するのか聞きたいというふうにね、要望したと。で、その際にドーシー氏は、以前から繰り返し述べているように、はい。インターネットにはネイティブ通貨が必要で、それには、ビットコインがね一番適していると主張した上で以下のように話したと。で、いいですか？もしインターネットに、世界中が利用できる統一された通貨があれば、商業活動や、サブスクリプション、またツイッターのね新しい機能であるスーパーフォローや、ティップジャー、ちょっとこれは知りませんでしたね、などのプロダクトをより早く処理することが可能になるだろうと。で、それによって複数のねマーケットを経由するしなくても世界中の個人にねリーチできるようなサービスになり、このことは我々の未来にとって重要であると考えているということですね。はいはい。で、上から下に、インターネットのネイティブ通貨ということでいきますよ。ドーシー氏はインターネット上にね共通の通貨があれば、単なる通貨という枠組みを超えて、ソーシャルメディアをねより分散化し、経済的なインセンティブをさらに提供することができるようになると語ったと。うん。そしていいですか、このような考えを持っているのは我々だけではないというふうに話してね、アメリカのフェイスブック社が開発を主導するステーブルコイン DM ねを例に挙げていると。で、ドーシー氏はいいですか、考えは同じだが、はい、我々はビットコインを特化していくと、だからもうビットコインを使っていくということでしょうね、うん、と説明。で、ビットコインをね導入できればさらにイノベーションが進み、より早いサービスを実現してツイッターユーザーにね新しいユースケースを提供できるだろうというふうに期待を示したということで、やっぱりねツイッター社が、はい、ビットコインをね何かしらで、まあ、使って利用していくっていう風なね流れができていくんでしょうか。で、それにつられてやっぱりね人工知能 AI 系ですよ。これだからワンチャンありますよ本当に。うん。こういったね形で今世の流れがねものすごくいいですか、なんていうんですか、技術的なものがものすごく今ねすごいスピードで皆さん、ね、進んでいってるの気づいてます。こういったツイッターであるとか国単位のレベルでもものすごいです今デジタル通貨関連の話が。ですから本当にね気づかないうちに、さっきねツイッターでも私つぶやかしていただいたんですけれども、ツイッターでね、うん、なんていうんですかね、気づかないうちに浸透していって、からじゃやっぱり遅いよねみたいな、こういったものって、うん、気づかないうちに使っていて、あ、気づいたら浸透してきてるわ、こうなってから買っていってもある意味遅い感じがするんですよ。ですからそういった意味も含めまして、皆様何遍も言いますけれども、先行者というねある程度意識を持ってね、やっぱりこういろいろ、うん、こう購入をしていたり先々を見てから、いろんな通貨をねちょっと見ていくっていうのがねいいかもしれません。だからあまりブーム的なものに乗りすぎるのもまずいかもねっていうのね一応こうお伝えさせてくださいよ。うん。ですから本当に、うん、フレームワークを作るようなもの、うん、例えばさっき言ったようにこう、まあフレームワークを作るようなものであるとか、うん、要するに仮想通貨業界の大きな流れを作るようなものであるとか、ある分野に特化したコインをちょっと一つ持っておくとか、さっき言ったようなほら AI 系を一つだけは持っておこうかなとか、その代表格をね、そういった形でこうポートフォリオを組んでもねいいかもなと。で、追い打ちをかけるねこれです、二つ目。わかります？もうね企業がねもうね本当に私たち一般人じゃないですか、私たち個人個人一般人が気づかないうちにどん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 これですね進んでいってますよ。うん。
ップルもそうだったじゃないですかね。こちら、いきますよ。アマゾン、今回は。まあ、これ前もちょっとありましたけれどもね。アマゾンが、いいですか？デジタル通貨の導入を計画と。で、デジタル通貨っていうのは、まあ、仮想通貨全般含めてそれもデジタル通貨ですからね。はい。ですから、仮想通貨の導入を計画していると。で、製品責任者のね、求人を掲載したということで、ニュースがまた7時頃上がってましたよ。で、いきますよ。アメリカのアマゾンの求人募集で、いいですか？暗号資産及び CBDC ね、中央銀行デジタル通貨の経験を持つ人材をね、募集していることが確認されたと。で、同社はデジタル通貨決済の導入を計画しているようだということでございます。アップルもありました。やっぱりアマゾンも。わかりますよね。めちゃくちゃメガ企業ですよ。うんね。ここが、うん、やっぱり仮想通貨系をね、取り入れていこう。ブロックチェーン系を取り入れていこうという、もうこの世の流れになってますから、気づいた時には使っているという方が多いと思いますよ。うん。ですから、やっぱりね、私ね、今思うんですけど、やっぱり怖い怖いって言ってる方も多いじゃないですか。ね、仮想通貨。ですけど、そんなこと言ってる間に取り残されますよって思うんですよね。まあ、これ、やるかやらないかは当然人個人個人ですけれども、うん。こうなんかね、投資に興味はあるけど、ちょっと怖いからねって思う方は、ちょっと気を逃している感がすごい、私の中では。だってこんなレベルで、大企業、国レベルで、今話がどん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 進んでいってるのに、これが出来上がってから入るってなったら、ある意味遅くないですかって、今だからこそのっていうね、業界なんじゃないかなと。ね、これ前もほら、コインベースの CEO の方が言ってたじゃないですか。暗号通貨ね、この暗号資産の、いわゆる業界っていうのは、普通の一般の方々、今まで金持ちにね、株とかでなれなかった方たちが、その金持ちになるチャンスが、この業界はあると。ね、今までの業界、他の業界であれば、やっぱりお金を持っている方が強かったから、お金を持っている方がさらに強くなる、お金持ちになる。一般のね、あまりお金を持っていない方は、そう多く資産を増やせなかったけど、この暗号資産、仮想通貨業界は違うと。ね、お金を持っていなかった方が、最後ね、まあ、いわゆるお金持ちになれるチャンスの相場、チャンスの業界ですよっていう風にね、言ってましたもんね、はっきりとね、コインベースの方がね、CEO の方が。だから、それぐらいのレベルのことなんですよ、本当に。ですから、これ前も言いましたけれども、本当に金融変革ですよ。今後、何百年、何千年って続く歴史のね、金融の中での2021年っていうのが本当に歴史に刻まれる年になる可能性がありますからね、皆さん。それぐらいの場所に今いるってことです。OK です。うん。そういうことなので、やっぱり退場はね、絶対的に避けなきゃいけないですし、うん、長くね、息の続く投資家になりましょうということでございます。はい。そして、そこを見越して、後々ね、花開くような通貨をね、やっぱり購入しておくっていうのも重要なことなんですよ、というのね、意識をしておいてください。OK ですか？はい。で、上から下に、うん、最新のね、求人ポジション、あ、続きいきましょうか。求人ポジションは、デジタル通貨。あとは、ブロックチェーンプロダクトの責任者で、デジタル通貨、ブロックチェーンの戦略及び、プロダクトのね、ロードマップの立案が主な職務となると。で、ブロックチェーン、あとは分散型台帳、中央銀行デジタル通貨、うん、及び仮想通貨におけるね、専門知識を発揮し、開発するべき機能をね、立案し、プロダクト全体のビジョンをね、構築していくと記されていますと。で、また、この責任者は、アマゾンのね、決済受け入れと、エクスペリエンスチームと連携するというと。うん、で、アマゾンの代表当社は、コインデスクの取材で、はい、仮想通貨スペースのイノベーションから発想を得ており、うん、Amazon にね導入するとどんな風になるか模索しているところだと、うん、で未来は顧客がね Amazon でより早くかつコストの低い、ペイメントを利用できることだという風にコメントしたというと、うん、で、まあ、上から下にもうすぐ終わりますよ。 Amazon は以前にもね仮想通貨分野で、はい、関連求人をね実施していたと。で6月にこれニュースでありましたもんね。 Amazon のブロックチェーンサービス、うん、AMB としてDeFiセクターの経験のある人材を募集し、はい、分散型金融系ですよね。であとはブロックチェーン技術、DeFi 業界もしくは伝統金融でプロダクトを実現させた経験者は理想的というふうにしたと。でまた2月にはね、デジタル通貨を用いるサービスの開発でプロジェクトに、携わる関わる、ごめんなさい漢字間違えたらすいませんね、ソフトウェア開発マネージャーを募集と。でこの求人では、うん、採用されたスタッフは、新興し、市場の顧客向けの革新的な決済プロダクトを構築するための技術チームに加わり、プロダクトが最初にね展開されるのがメキシコというということで、やっぱりねアマゾン、アップル、ここら辺も入ってくるんじゃないんですか。日本の大企業もねワンチャンありますよ。ワンチャン本当ありますか。ワンチャンとか全然ありますからね。日本の大企業もね、わかりますよね。いろんな企業、ソフトバンクであるとか、まあ、車関係で言えばトヨタとかね、日産とか、こういったところがやっぱり仮想通貨ブロックチェーンと自社の車をねつなげて走れば仮想通貨が、稼げるような車を開発する可能性、これ他の国でもありましたもんね。走れば、でエコ的な運転をすれば仮想通貨が稼げるんですよ。そういったものが、ヨーロッパかどっかの国でもう車として実際販売されているみたいな形で前ニュースがありましたから、どんどん本当世の中が皆さん変わっていってるんですよ。 OK です。でここ
わかりますよね。国単位です。次は国単位いきますよ。インドの準備銀行ね、 CBDC 中央銀行デジタが、中央銀行のデジタル通貨に向けた第一歩を踏み出す。はい、もう国単位で今までね完全に否定していた国までがちょっと変わってきているということ。インドは結構禁止禁止禁止の流れがね色濃く残っていたじゃないですか。なんだろうなみたいな、やっぱ宗教的な問題もあると思うんですけど、これ上から下に簡単にね、はい、行きましょうか。インドの中央銀行にあたる RBI、うん、インド準備銀行は、CBDC、まあ、いわゆる中央銀行の発行するねデジタル通貨の段階的な展開を計画していると RBI のね副総裁が明らかにしたということですね。はい、だからこれは独自通貨ということです。でもデジタル通貨を利用していこうという流れには変わりありませんからね、これは当然大きな流れでしょう。はい、で段階的な展開か計画はね、国のいいですか、外国為替規則と、うん、情報技術法で必要とされる変更をね維持するために議論されており、まあ参加、これなちょっとなんか防戦になってますね。次のように述べていると。で他の中央銀行と同様に RBI もねかなり前から CBDC、うん、の導入の賛否両論を調査してきたと。で RBI は卸売及び小売セグメントで、パイロットを実施することを計画している、うん、で近い将来可能性がありますということですね。はいはいはい。で上から下にね、ちょっと流していきましょうか。ここね、まあここはちょっとこう読んでみて、た方がいいかなという感じでございますね。うん、で上から下に仮想通貨法案をめぐるジレンマに悩むインド、まあここはね前々からということですよ。でインドの中央銀行はデジタル通貨計画をね明らかにしたものの、仮想通貨法案をめぐるジレンマがね蔓延しており、はい、現段階ではまだね、明確にはなっていないと。で、CBDC 開発計画を提案した省庁間委員会も仮想通貨法案を起草と。でインド政府はね、いいですか、仮想通貨に対するスタンスを全面的な禁止を求めることから、いいですか、これ全面的禁止を求めていたじゃないですか。で前向きな規則を規制をねほのめかすことへの方針を転換しつつある。ですからこういった国も禁止って言ってたのにデジタル通貨をね受け入れようとしている流れができておりますよ、やっぱり。うん、 OK です。でしかしいいですか、法案が議会にね提出されない限り同法案の最終提案と規則をね予測することは非常に不確実だというふうにね申し上げております。でまあ中国ではすでにね開発段階を完了し、広範囲な立ち上げに近づいているため、うん、現在 CBDC レースをね大きくリードしているということでございますね。はい、で現在中国の他にも、うん、アメリカやイギリス、あとは UAE やロシアね、あとは韓国や日本、うん、その他いくつの企業もいくつかの企業もね CBDC 計画を進めているということですので、国単位レベルでもデジタル通貨のね利用を前向きに捉えている、やっぱりデジタルデジタル、はい、ここにね、目が向かっていっているのかなということでございますので、まあ法定紙幣、まあ、つまり紙のねとかコインとかああいったものが徐々に本当に使われなくなってくる可能性がありますからね。うん、そういった意味でもやっぱり金融変革の年のスタートになり得ますよね。よろしくお願いいたします。はい、そして本日の最後の重要ニュース言っておきましょう。せっかくですからもう4つ行きましょう。はい、行きます。こちら、うん、最後ですね、エンジン消しておきましょうか。行きますよ。ゴールドマンサックス、はい、ヨーロッパの仮想通貨 ETP で関連サービスを提供と、これもね朝流れてきたニュース。はい、行きます。またでかいでしょこれ、ゴールドマンサックスですよ。はい、アメリカの金融大手、ゴールドマンサックスがいいですか、GS ですよね。ヨーロッパで取引される仮想通貨 ETP のね生産及び、セルトメントサービスを提供していることが新たに分かったと。うん、でコインデスクが2つの情報筋の内容として報じたということですね。はい、できます。21日、バンカメ、バンクオブアメリカもね同様のサービスを提供していることが報じられており、はい、大手金融の参入事例が相次いで明らかになっていると。ですからもう世の流れが本当変わってます。皆様大きな流れで捉えてみてください。ニュースを見てみてくださいよ。もう出てくる名前がもう超一級品のところばっかりでしょ。うん、そういう風になってるんですよ時代がね。はい、でゴールドマンサックスによる生産とセルトメントの対象は、うん、それらの ETP をね取引する一部の、ヨーロッパのヘッジファンド。で従来の枠組みを通じて、いいですか、ヘッジファンドはゴールドマンサックスのプライムブローカーサービスから、うん、仮想通貨 ETP へねアクセスしていることが示されていると。でいきます。また現在はいいですか、ヘッジファンドによる利用にね限られているが、はい、ゴールドマンサックス GS が内部レビューを行い、今後ねより多くのクライアントにも幅広く提供していくというと。で、ゴールドマンサックスの、はい、仮想通貨 ETP 関連のね報道は今回が初めてではないと。で今年の2月にも、うん、ゴールドマンサックスや JP モルガンなどの、はい、大手金融機関がね20シェアーズが提供する仮想通貨 ETP へのアクセスをねクライアントに提供していることはブルームバーグに報じられていたよということで、はい、で ETP とはというのがありますけれども、こういった形、ETP は行きましょう、呼んでおきましょうか。上場投資信託 ETF ね、あとは上場投資証券 ETN、コモディティ上場
上投資信託 ETC など取引所にね上場し特定の指標の値動きに、連動をする運用成果を目指す金融商品の総称と。で現在ヨーロッパでは様々な銘柄のね仮想通貨 ETP が取引可能になっている。はいはい、ADA コインも含まれましたもんね。なんか ADA コインもね、ビットコイン確か含まれてたかなと。ビットコインやイーサリアムの他、書いてますね、ADA コインやリップル、ソル、あとはポルカドットの ETP もねドイツやスイスの証券取引所に上場しているということですので、こういった流れの中でね、とにかく、大きな企業も大きな企業とかもそんなレベルじゃないですよね。もう大企業中の大企業ですよね。はい、投資会社ね超大手でございますよ。はい、こういったところも投資商品をね、どんどん提供しているということなので、やっぱり超絶お金持ちの方々がね今から仮想通貨業界の中に、ギャンブル的な面がちょっと前もあったじゃないですか。ですけどこれが徐々に投資目的、投資商品として徐々に認められていってる感があるでしょ。わかります？この流れ。ギャンブルからちょっと投資に。だってほら、お金持ちの方、超絶金持ちの方って、それは、お金を当然減らしたくないですから、ギャンブル的なことはしないと思うんです、基本的には。ですけど、こういった大きなところが提供するものっていうのは、ある程度安心感が担保されてますから、投機から投資に徐々にね、投資の方に考えが移行していってるんじゃないかなと思っております。オッケーです。そういった意味でも、大きなビッグウェーブがね、本当に今後来る可能性がありますので、いいですか？必ず、皆さんもね、同じような流れの中に乗っていくのがベスト。ですから、危険な取引はしないで、とにかく退場はしないというね、ベストでございます。稼げる通貨ありますから、FX とか短期でね、ちょこちょこ勝負を仕掛けて、ちょこちょこ資産を増やしていく、他に種まきをして広げていく、みたいな形でね、仕上げておくのがベストでしょ。はーい、それではね、本日、第1部の配信をね、以上とさせていただきます。よろしくお願いしますよ。まさかの2回目収録、よろしくお願いします。はい。で、第2部の配信はね、今日の夜の、10時頃にね、配信していこうと思いますので、そちらもね、楽しみにお待ちください。チャート分析とかいろいろ書いていきますので、よろしくお願いいたします。それではね、本日の、第1部の配信、あと、チャンネル登録者の方がなんと、いきます、なんと、8464名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。皆様のね、高評価であるとか、バッドボタンでも構いません。はい。そしてあとコメント等ですね、いただいているおかげで、あちら YouTube のね、おすすめに上がってきているんでしょうか。嬉しい限りでございます。はい。あとはね、初めて聞かれた方であれば、ぜひとも、チャンネル登録というボタンをよろしくお願いいたします。はい。それでは本日第1部の配信は以上とさせていただきます。では、バーイ。